皆さんこんにちは、スルベです。まあちょっと外から太鼓の音が聞こえてると思いますけれど、まあお祭りがあるのか知らないですけどね、近くの公民館の方でですね、なんか練習してるみたいですね。まあ音の方はまあそういうことなのでですね、まあ、気にしないです。まあね、視聴してもらえば嬉しいです。さて、まあ、紫のデッキを作ることになりまして、まあその条件に合ってる子をずっと探していたんですよね。最初にあの一番下の列に、まあ、カタプヨを作るんです。それをいかに迅速にですね、まあ、駆除することができるかが、まあ、このクエストクリアできるかどうかに大きく関わってる。でそのカタプヨ処理のために、まあシュンルルさんも候補に上がってたんですけれども、2番から5番の子を見てもらうと分かるように5色デッキなんですよね。でも肝心なシュンルルさんは紫属性にしかそのスキルの効果をね、まあ効果を持たないのでですね、2番からまあこの内容だったら2番から4番の子にその倍率がかからないような内容になってしまうという。それでですね、まあ今回影山さんを手元に持っていたので、まあね、その子を入れることにしたわけです。まあその理由というのが、まず味方全体属性とかタイプ問わずに攻撃力と体力を 3.2 倍にしてくれるのと、でまあこの待望なのはその後のところで、さらに一度に消せる付与数を3つ増やす、この効果もあったんですね。こうやって新たにね発見があってですね、私もねこのクエストを進める上でですね、もうこれで迷いなくこの子をリーダーにしようという決断に踏み切ることができます。体力 3.2 倍のところだけはちょっと心配ですけれども、そのあたりはまあ、ね、回復キャラにまあこの子入れてます。ゆうちゃんレイ君のネズミ男バージョン。まあ割合回復で、まあ体力の 80% 回復します。属性とかそういうのも関係ありません。でまあダメージがあまりにも大きくなってきたらこの子のスキル発動して、まあ回復しながら、まあ生きながら、生えながら進めていきたいと思います。さて、じゃあ始めていきますね。あ、間違えた。それとことんの音。そうそう、一つ下だからね、そこを押してしまう癖がついてしまう。変な癖がついて。ね、ボスで、これでよし。影山さんも野菜強化しとこうかな。まあ、機会があったらね、ちゃんと。だって、どの属性にも 3.2 倍つくし、まあ、謎り消し3人分増やすんだったら、まあ、いろんなとこで使うと思いますもんね。紫でなかなかこう、その条件で整ってる子ってあまりいないんですよ。結構限定的なんです。青属性で遊ぶときとかもいいかもしれないですね。まあ、クローラさんが手元にない方で、影山さんがいるなら、まあ、影山さんリーダーにして青デッキという手もあります。まあ、その時に角めくりもさばさんをセットで置くとか、まあ、やりようありますもんね。さて、ここで。これを処理するのがちょっと大変なんですよね。このクエスト遊ぶ上では。まあ、この時に黄色もうまい具合に消せれば何の問題もない。
あ、落ち着いたな。手すりのがなくなっちゃったもんね。世界ルートかな、これはダメ。ここまでに消し切らなかったらダメなの。なので 5個、ぷよ消し数5個だったらもっときついんですよ。やり直しできれば残したくないんですけどね。今みたいにもうね、盤面に恵まれないような、後半の方の盤面に恵まれないようなことがあった時には、まあ、積みます。間違いなく積みます。もうここのクエに関してはですね、もう周回プレイ前提で考えた方がいいかもしれない。もう5個の時は本当に片手を消せるかどうかは運次第ですもんね。まあ、運でどうにかなる場合もありますからね。だからまあ完全にゼロとは言わない。まあ、やってるうちに条件が整う場合だってありますからね。それでこちらはいいですね。黄色が取る。次がまあ黄色を揃えます。黄色を揃えて赤を振らせると解決するね。でもその条件も成り立った。よし、決まってきた。それで片付け処理も解決。ここからです。で今度は生き延びることですから。で、ハートとかなんとかで体力面をつなぎつつ、まあ、いざとなればゆうちゃんレイクもいます。まあ、そちらのスキルも稼いでいる。よし、使います。まあ、次のターンはあれですね、割合ダメージですね。お邪魔が残ってた時の割合ダメージになっているから。あ、違う、なんでそこ消すの。そうそう、これはこれ、それは阻止したから、まあ何度。ここでアセンションの出番。封印状態の時に、封印状態になりますけど、その間に消したぷよはどの色のぷよを消したものでも熱く、ね、まあ赤だろうが青だろうが、まあ関係なく、まあ、ぷよを消したものとして計算されます。まあどの属性に対してもそうです。まあ、紫のカードだったとして赤とか青を消してもそれらを消したもの扱いとしてくれるというスキル。ただ封印が2ターンかかるのでその間はどうしても攻撃に転ずることができないのが難点ですが、まあ、その分恩恵も大きいので、まあ、それができるのはサタッカバーさんじゃない、それができるのは黄色いサタンさんとデーモンサーバントさん、デーモンサーバントさんですね。で今回のイベントの間に私は、ね、もう一人のデーモンサーバントさんも星7にするつもりでいます。まあ、できればね、そのターンを待ってるんですよ。どうせ巻き込むんだったら数が多い方がいいですからね。
った盤面チェンジ効果もあった。だからそのタイミングなら一番いい。太鼓の音でちょっと騒がしいですけどね。まあまあそれはそれで。でもなんか聞いててやっぱりいいですよ。太鼓の音って。まあなんか日本独特の文化に触れてるような気がする。よしこのタイミングで待ってた。まあさすがに片っぽ用の上からなずれませんからね。それできるのはラフィソルさんぐらいです。カガラフィさんぐらいです。今回ちょっと入れてませんけれども、でこれで数増やしたタイミングで使う。でこれでダメージの底を上げてます。もう狙うんだったらこのタイミングかな。よし倒しましたうまくいった。もし生き残ったらまた同じ工程をもう一回やらないといけないんですよ。なのでそのターンをずっと待ってた。よかった。うん。まあちょっとやり直しが発生しましたけどね。それともうスコアは無視します。スコアはこんなんで、こんなになりますもん。その方法を使うと。他の方法もあるね、あるんでしょうけどね。そちらの方が、まあ、なんていう、まあ、理にかなったじゃないですけど、まあそういうのがあるんでしょうけどね。まあ、私はもうあえてこの方法でクリアします。でっかいルーツ。さて今回はこんなところですかね。ご清聴どうもありがとうございます。まあ、影山さんもまあ時期が来たらですね、野菜強化の方だのプラスマの方だの進めて、まあ、済ませておきたいカードの1枚、まあ、動画の裏の方でですね着々と育成の方は進めていきます。それでは。